日本ランカー同士注目の一戦が幕を開けます。この試合放送の解説は元世界チャンピオンのお二人、飯田聡さんとセレス小林さんでお送りします。さあ、岩田対大内の一戦、今試合が始まりました。ヒョウ柄のトランクス、青いボクシングローブ、先にジャブを出していきました。帝拳ジムのホープの岩田、その10歳年上、赤いボクシングローブ、黒いトランクス。日本ランクでは岩田を上回る3位、右のストレート、大内の一戦です。さあ、まずは飯田さん、非常に楽しみなカード、幕を開けましたね。いや、本当にそうですよね。まあ、経験豊富なベテランの大内対、はい、今言ったように本当にこうアマチュアエリートの、岩田ですよね、ホープですよね。はい、アマチュア時代には71戦のキャリアを持ちます岩田翔吉、青いボクシングローブです。セレスさんはどんなところを楽しみにされますか？そうですね、まあ、岩田君のスピードがね、どこまでどう生きるのか、はい、で大内選手にはボディーブローですよね、うまいですから、はい、その辺のね、試合の駆け引きみたいですよね。なるほど、ボディー、岩田がボディを打っていきました。この岩田はこの赤いボクシングローブの大内に関してはボディとフックがうまいので、うまく距離を取ってディフェンスをしたい、そう話していました。左のジャブ、いつもより岩田が、まあ硬いって言ったらあれですけども、はい、やっぱこうピリッピリッとしてますよね。あ、そうですか、大内に対してちゃんと結構警戒心を持っているというか、はい、そういうのを感じますよね。そしてセレスさん、この大内が日本ランク3位、岩田が4位ということで、うん、タイトルマッチに向けても非常に重要な一戦ということが言えますよね。そうですね、まあ、この試合に勝利した方がね、よりタイトルに近づくということですよね。はい、赤いボクシングローブの大内は前回の試合は日本タイトルマッチでした。矢吹正道相手に判定負け、今日の一戦が再起戦ということになります。左から右を伸ばしていった大内です。第1ラウンド1分30秒経過、右のストレート、そして今うまく距離を取りました岩田です。やっぱ2人ともいいですよね、技術的に、はい、反応もいいですよね、ディフェンスもいいですよね。はい、まずは飯田さん、大内のいいところどんなところですか？もう本当にこう、もう体も柔らかくなって、はい、自分のリズム取り始めれてますよね。まあ、なんといっても飯田さん、大内は3度の日本タイトルマッチの経験があります。非常にそういった意味でもこの経験豊富ですよね。いやもう、まあ、12月、去年の12月の試合がもうタイトルですからね、はい、もう本当にこうトップで、ずっと走り続けている選手ですね。はい、一方の青いボクシングローブの岩田は、まあ、中学校時代に U15、セレスさんが立ち上げたイベントでもありますけれども、ね、日本一も経験しています。そうですね、もう当時からやっぱ、ね、ボクシングが上手な選手でしたよね。はい、第1ラウンド、帝拳ジムのホープ岩田がアッパーでダウンを奪いました。素晴らしいアッパーだ岩田。さあ、試合再開です。まずはダウンを奪ったのは岩田でした。アッパー、もう一度右のアッパーです。左のジャブ。さあ、残り時間は10秒少々です。第1ラウンド、距離を詰めていく岩田、ボディを返す大内、ダメージはどうでしょうか。左のジャブ、ここで第1ラウンド終了、岩田がアッパーでダウンを奪いました。赤コーナー、大内としまさ、姫路木下事務所属、1985年9月24日生まれの35歳、放送の、放送席は、元世界チャンピオンの2人、飯田聡さんとセレス小林さんです。さて、まずは飯田さん、岩田がダウンを奪いました、はい、ダウンシーンいかがでしたか？まあ、ちょっとこの1ラウンドにはダウンシーンはないんじゃないかと思った立ち上がりだったんですけれども、はい、まあ、うまくこのタイミングですよね、まあ、ストレート系で距離を取る、戦いから一気にこうアッパーに持っていく、まあ、これもまたまあうまいですよね。あ、はい、なるほど。セレスさんは今のこのアッパーいかがですか？いや、タイミングが本当抜群に良かったですよね、はい、中学時代には U15 で2度の日本一、高校ではインターハイ優勝、岩田。ワン、ツー。さあ、試合は第2ラウンドに入りました。飯田さん、この大内のダメージの具合はどうでしょうか？いや、どうですかね、まあ、見事に入ったんですけれども、はい、まあ、この立ち上がり見るとそれほど引きずる感じは見えないですね。なるほど、この辺りも経験が豊富な大内です。右のストレートを伸ばしていきました大内。セレスさん、この大内にしてみますと、この岩田に対してはどう攻略していけばいいですか？やはりスピードありますから、はい、ある程度接近をしてパンチをまとめる形にしたいですよね。あ、接近してパンチをまとめる、スピードという点でやはり岩田選手の方が、ね、上ですからね。あ、そうですか、はい。まあ、小学校の頃から格闘技をやっています岩田です。非常に格闘技経験が豊富です。
小学校4年生の時に山本キッドさんのジムでキックボクシングなどの格闘技を始め2度の日本一、中学2年生でボクシングに転向しました。そのボクシングでも中学時代にこの U15、 先ほどご紹介しましたが2度右、王子の右です。2度の日本一経験があります。高校時代にはプロで3階級制覇を達成する田中康生や井上拓磨に勝ってインターハイ優勝という、いや飯田さん、輝かしいアマチュア戦績があるんですよね。そうですよね、という中で、今日の本当にこの大内、いい、ま、マッチメイクですよね。本当にこうサバイバルな感じありますよね。そうですね、まあ、そしてセレスさん、このライトフライ級なんですけれども、はい、この日本はもちろん OPBF、 さらにはアジアパシフィック、うん、この世界チャンピオンにもこの日本人がいるという階級です。そうですね、まあ、日本人2人いますからね、はい、やはりそういう意味ではね、本当目標にできますからね。そうですね、 WBA のチャンピオンは京口博人、そして WBC のチャンピオンは寺地健志郎、今右を打っていった岩田です。その寺地健志郎とは岩田はこの試合に向けてスパーリングも経験しました。手応えも感じた、そのように話しています。左のジャブ、右、右を返していきます。今日岩選手カバーもいいですね。あ、カバー、はい、カバーと言いますとガードがいいですよね。なるほど、はい、大内のパンチに対して対応しています。岩田翔吉、ワンツーを打っていったのは大内です。ボディ少しバランスを崩しました。ジャブ、まあ、大内選手も、ね、あの日本タイトル3度敗れているとはいえですね、はい、まあ、やってる選手が強いんですよね。そうなんですよね、はい、あの黒田正幸だったり、さらにはこの寺地健志郎のこの日本 OPBF のこのダブルタイトルマッチも経験しています、うん、そうですね、さらには堀川健一、まさにこの歴戦の勇士という表現がふさわしい大内です。ボディボディヘルック、来ました、ね、効いた、一気に攻めていく、一気に攻めていく、左フックがヒットしました。今来ましたね、はい、ボディからの左フックでした。岩田です。このあたりも見事な上下の内訳を見せました岩田翔吉。第2ラウンド残り時間10秒を切りました。 KO にこだわると話していた岩田、さあフェイントをかけている、ここで第2ラウンドが終了。いい左フックがヒットしています。第2ラウンドもいいパンチを当てました帝拳ジムの青コーナー、岩田翔吉25歳です。さあこのシーンですが、このパンチ飯田さんいかがですか。まあ、ガードもしてたんですけどね、はい、うまく角度を作って、当てましたね、うまいですね。このあたりもテクニックを見せました。Now round 3、さあ試合は第3ラウンドに入ります。おっと、先にパンチを打っていった岩田、ボディーヘルク、あ、一気に攻めていく、ここはまとめていくか。第3ラウンド、セレスさん立ち上がりから力強いパンチを打ってきました、ね、効いたと思ったんでしょうね。大内選手もね、ただ打たれ強い選手ですからね。そうですね、はい、さあここはしのがボディ、大内のボディです。もう一度ボディを打っていった、右フック、うん、いろいろ考えてお互いがもうフェイントもかけて、はい、やり合ってますよ。いやかなりこの高度な攻防戦が繰り広げられている。おっと右フック、少し岩田タイミングが合ってきたか。そうですね、一瞬のタイミングが早いですね、岩選手ね。なるほど、さあ左右にフットワークをステップを踏んでいきます、この独特なステップがこのトレーナーである元2階級制覇の世界チャンピオン青尾隆弘トレーナーに言いますと、この山本キッドさんに非常に似ているというようなことも言っていました、うん、独特のステップワークを持っています岩田。ヒョウ柄のトランクス、ボディボディ、まあ、岩田の、フェイントもいいですけど、大内もうまくこう相手を右キック騙すような攻めしてますね。あ、そうですか、まあ、左出すふりしてこう右上からかぶせるとか、はい、うまいですね。なるほど、両選手ともボクシングの技術が高いですよね。なるほど、35戦のプロキャリアを持っています赤いボクシングローブの大内です。現在右、現在35歳、黒田正幸、田口良一、さらには寺地健志郎、
そうそうたるボクサーと拳を交えてきました大内です。おー、まさに本当に経験豊富な、ベテランですよね。そうですね、はい、ボディー、いいボディーが入りました岩田。もう一度ボディー、うんうん、おボディーを返す大内。レフェリーがバッティング注意。ワンツー、右のストレート。いやスピードも速いですね、お互いがですね。はい、ボディー速いですね。ジャブ左を伸ばしていきます。右のストレートしっかりガードしている。現在試合は第3ラウンド、この試合は8、おっと、ボディーと見せかけて顔面へのパンチでした。大内今の目でね、はい、入れてましたね、うん、なるほど、はい、左のジャブ、お右のストレート、ボディー、非常にハイレベルな戦いになりました。右のフック、ジャブを伸ばす、左フック、アッパー、このアッパーで第1ラウンドダウンを奪っているのはヒョウ柄のトランクスの岩田。少し距離を取ります。ここで第3ラウンドが終了です。日本ライトフライ級3位の大内俊政、35歳です。先ほど第3ラウンドのシーン、飯田さん、このパンチはいかがですか。いやこれもそうですね、こう左に回り込みながら、はい、若干こう左ボディ来るんじゃないかって思わせるところ、対角線上ですよね。左下じゃなくて右上からの攻撃ですね、数々のボクサーと拳を交えてきた大内。 Now, round 4。さあ試合は中盤第4ラウンドに入りました。日本ランカー同士の一戦です。ここまで お互いの、ね、良いところが出てますよね。なるほど、はい、まさに勝てばチャンピオンに近づき、負ければタイトルマッチ戦線からは大きく後退ということになります。日本ランク3位赤いボクシンググローブの大内と4位の岩田という一戦です。アッパーリングの中央でジャブを打っていきます。ジャブパンチを当ててすぐさま距離を取るのが岩田。右のストレート、いやこのあたりもフェイント、距離を取ってパンチをかわしています岩田。今日の試合はノックアウトにもこだわりたいと話していた岩田なんですが、そういった意味ではセレスさん、岩田はどう攻めていけばいいですか。この距離で、ボクシングをしながらですね、はい、もう少しパンチの数ですね、パンチの数、はい、出したいですね。ただ大内選手も、はい、大内選手もそれできてないんですよまだね。あ、なるほど、大内選手はもっと行きたいはずなんですけど、はい、行けてないんですね。ただそれを行かせてないのが岩田選手のうまさですね。なるほど、うん、行きたいのに行けない、はい、さあ上体を振ってそしてジャブを打っていきます。ジャブジャブ、うん、右、右のフック、左のジャブを伸ばす、ジャブからつなげてとかっていうのがなかなかこうお互い、反応もいいし、はい、フェイントもかかってるんで、いけないんですね。こう一瞬のこう居合みたいな感じで、こうスタッと、そうですね、そのやり合いって感じになってますよね、この試合。まさに一瞬たりとも目が離すことができません。ワンツー、ジャブ、左のジャブ、ワンツーボディー、右からそして左、あっと今変則的なアッパーを打ってきました。ワンツー、ちょっとこのラウンドに岩選手見る時間長いですね。ああなるほど、はい、少し見てしまっているか。そしてこの大内もダメージの具合はどうやら飯田さん大丈夫そうですね。そうですよね、もう足も動いてるし、はい、反応もいいですからね、
さあ、ロープを背負ったのは大内。ここから岩田はどう攻めていくか。ジャブを伸ばして左フック、飛び込みざまに左フックを打ちました。右のフック。さあ、第4ラウンド残り時間は10秒を切りました。あ、今青トレーナーからもミス、右、岩田の右です。見すぎないようにというような声が飛んでいました。ここで第4ラウンド前半戦が終了です。お知らせいたします。ただいまの第4ラウンド赤コーナー大内選手、左目の上をカットしております。この負傷はヒッティング、青コーナー岩田選手の有効なパンチによるものです。さあ、後楽園ホールで行われていますライトフライ級の8回戦です。あ、そしてリングサイドには日本チャンピオンの矢吹正道です。Now, round five. さあ、試合は第5ラウンドに入りました。リングサイドには日本チャンピオンの矢吹正道がこの試合を見ています。まあ、大内は去年この矢吹に敗れ、日本タイトルマッチはベルト出しということにはなりませんでした。おっと、今岩田がパンチを振っていきます。ジャブを伸ばしていく。この階級の日本チャンピオンの矢吹もこの一戦を見ています。あ、出血がまだ止まってないですね。あ、そうですか。大内の方ですね、ちょっと大内は出血か。あ、左のこの目尻をカットしています。ジャブを伸ばしていく。これは飯田さん、ヒッティングですか。さっき、パンチだっていう。そうですね。ああ、なるほど。ヒッティングによって大内がカット。もしこの傷によって試合続行不可能という事態になりますと、岩田の TKO 勝利ということになります。左のフック。大内選手も本当ね、ボディ打ってガードの上に叩いて、はい、攻めに行ってるんですよね。そこから先はいけないんですよ、なかなかね。なるほど。オービー、これですよね。スピードがあります、これがあるから深追いもできず。なるほど。ジャブ一つにもこう慎重にもう細心の注意払って、一発のジャブ もうお互いがそういう出し方してますよね。あ、まあ、あの大内にしてみますと、この岩田の弾丸のようなパンチがいつ飛んでくるかわからないというような状況なんですね。岩選手も、ね、右のパンチを、ね、変化つけてますから、はい、あれ大内選手からしてもちょっと読みづらいところがありますよね。そうなんですね、まあ、この岩田を担当する青トレーナーに言わせますと、もう今すぐにでもこの日本チャンピオンにさせる自信はあるというようなことも言っています。結構出血の量増えましたね。あ、増えている。ちょっと大内の傷の具合が心配です。ヘルフック、右、ワンツー伸ばしていきます。もう一度ワンツー。まあ、岩選手のこの足の動きが、ね、いいですよね。あ、なるほど。的を絞らせないようになってますよね。あ、そうですか、フットワーク、ステップがいいという岩田。第5ラウンド残り時間30秒を切ります。距離を取ります。岩田です。ボディ、ここもフェイントをかけました。ジャブを伸ばす。軽快なステップワーク、右を返した岩田。アッパー。ここで第5ラウンド終了です。
ここまで5ラウンドが終了しています。ライトフライ級の8回戦です。今青尾隆弘トレーナーがこの岩田に指示を出しています。度胸もあってそこからというようなところから飛び込んでいけるのが岩田の持ち味、そう話していました。ここも右フック、セレスさん、このパンチはいかがですか。 いや、いいと思うんですよ、6回目 Now round 6、試合は第6ラウンドに入りました。残るラウンドは3つ、先にパンチを打っていきました岩田です。岩田選手 の, ちょっと瞬間的なひらめきみたいなのがいいですよね。ああ、なるほど、はい、瞬間的なひらめき、左フック、右、もう本当にその射程距離に入った瞬間に手が出るっていう感じですよね。ああ、なるほど、ちょっとのこう気の緩みも、まあ、2人ともですけれども、はい、本当にちょっと甘い、呼吸だったりとか、気の緩みですね、まあ、気の緩んではいないんですけども、ほんのちょっとしたところでも、打ち合ってますね。なるほど、右を当てました。非常にこの当て感がいいのも特徴の一つですね。そうなんですよね。ボディを打っていった大内です。まあ、カウンターでどんどん、まあ、大内が打ったところを合わせていっているのも多いんで、はい、岩田の方がですね、もう本当こう緊張感ありますよね。あ、おっと、ここはバランス速でスリップです。これはダウンではありません。第1ラウンドには岩田がこの大内相手にボディ、いいボディが入りました。ボディから顔面、おっと、今カウンター合わせました。あ、今両手を広げた大内、効いてないという素振りでしょうか。おっと、右、タイミング合ってきている。いやー、右、大内の右、リラック。いやー、飯田さん、いつ当たってもおかしくない、そんな雰囲気になってきました。ですね、大内選手もね、右を大きく打ったりね、はい、チャープに打ったり、本当考えてますよね。なるほど、多彩なパンチを持っている大内です。前回の試合は日本タイトルマッチ3度目の挑戦、しかし残念ながらベルトを腰に巻くことはできませんでした。35歳です。今日の一戦が36戦目、再起戦ということになっています。右のストレート、岩田選手 のアッパーがあるおかげでですね、大内、はい、選手ボディを打たないと、まあ、防げてますよね。あ、岩田のアッパーがあることによって大内はボディを打ちづらいと。そうですね、なるほど、そうそう、効いてますよね。ああ、そうですか。このあたりもその岩田のボディ対策なのかもしれませんね。 うまいですよね、本当は一瞬 そのタイミングで打つアッパーが。ああ、そうですか。右、入ってきたところ、右を合わせました岩田。 目の傷のところですよね。ああ、なるほど、これは大内にとっては嫌ですよね。あの右が嫌ですよね。なるほど、入れないですね。まさに入っていったところを岩田がパンチ合わせました。ジェレック、今度は岩田が行く。2018年にアメリカでプロデビュー、そしてその後5戦全勝という、今日の試合が6戦目の岩田。ここで第6ラウンドが終了です。第1ラウンドからハイレベルな攻防戦が繰り広げられています。青いボクシングローブは姫路木下ジムの大内俊正、多彩なパンチで岩田に向かっていっています。これまで3度の日本タイトルマッチを経験しています。あ、少し傷はどうでしょうか、ちょっと深いかもしれません。左の眉尻をカットしています。大内、これは岩田の有効打、ヒッティングによる傷です。さあ、残るラウンドは2つになりました。第1ラウンドに大内からダウンを奪ったのは岩田。いや、飯田さん、そういった意味でポイント面を考えますと、大内はこの残る右2ラウンドどうすればいいですか。いや、もう積極的にやっぱりこう手数も多く、あとしっかりとしたこうダメージですよね、はい、インパクトを与えるラウンドは取りたいですよね。そうですね、セレスさんいかがですか。ポイント面でやはり岩瀬選手がね、だいぶリードしてると思うんですよね、はい、その辺で大内選手どう攻めるかですよね。なるほど、
日本ライトフライ級3位の赤いボクシングローブの大内対日本ライトフライ級4位の岩田の一戦です。アッパー、このアッパーで第1ラウンド岩田はダウンを奪っています。第1ラウンドから非常にハイレベルな攻防が繰り広げられてきました。現在試合は第7ラウンド、左のジャブを伸ばす大内。今大内がもう結構右伸ばすときに頭を左にすごいずらしたんですけども、はい、そのずらした頭にしっかりと岩田当てましたね。あー、なるほど。もう大内も本当にいろいろ考えてやってますよね。なるほど、頭の位置をずらしているにもかかわらずパンチを当てるのは岩田、うん、そうなんですよね、はい、おっとアッパー、さあ距離を詰めてボディ、大内のパンチもあるし、はい、岩田もじゃあいつものようにこう豪快にこう蹴を狙ってっていうことができてないんですね、うん、今のところ。なるほど、それはやっぱり大内のうまさと、しっかりとこう打ち込んでいくところですよね、はい、なるほど。右、おーペースを完全には、ね、渡さないですよね。あ、うん、そうですね、右のストレート岩田も感じていると思いますね。あ、ホディー、こうベテランの戦い方かっていうのは感じてますよね。そうですか、プロキャリアでは大きく上回る大内36戦目。左のフック、このラウンドに岩選手でこの少し残りが少なくなってからプレッシャーをかけてますよね。ああ、プレッシャーをかけている、はい、かけてからですよね、かけてからどう仕掛けていくかですよね。なるほど、左のフック、ここからどうするか岩田。ジャブ、ガードの合間を縫ってジャブを当てました。上体柔らかくしてパンチをかわすのは岩田。その岩田にパンチを当てたい大内、右フック、ボディ、右を伸ばします。あ、今少しこの岩田笑っているでしょうか。この攻防を楽しんでいるようです。ジャブ、ここで第7ラウンドが終了です。次のラウンドがラストラウンドです。さあこの後のラウンドがラストラウンド第8ラウンドになります。日本タイトルマッチ実現に向けて両者ともに負けることが許されない一戦です。画面の右赤コーナーの大内は日本ライトフライ級3位、画面の左岩田翔吉は日本ライトフライ級4位です。35歳の大内と10歳年下25歳の岩田の一戦。ラウンド8 Now last roundさあ第8ラウンド、両者拳を合わせて始まりました。さあ泣いても笑っても残り時間はあと3分です。あーっと左を当てました大内です。さてまずは飯田さん、大内はこのラウンドどうしたらいいですか。まあこれはもう倒しに行く、うん、ダウン取るどころかもう KO 勝ち狙っていってますよね。なるほど。さあ一方の岩田はセレスさん、どうすればいいでしょうか。ちょっとまあ倒したいのであればもう少し手数ですよね。手数、うん、さあポイント面ではこの大内は岩田をあるいは KO しなくてはいけないかもしれません。ボディ、まあ、大選手はポイント的に多分倒しきらないときついですよね。あ、そうですか。ヒョウ柄の麦のフック、ヒョウ柄のトランクスの岩田は5戦全勝 4KO という定見ジムのホープです。ボディ、さあラストラウンド残り時間まもなく2分です。第1ラウンドにヒョウ柄のトランクスの岩田が大内からアッパーでダウンを奪いました。第2ラウンドには左フックで相手に少しダメージを与えるシーンもありました。ここまで岩田のペースで試合を進めてきたか。ジャブジャブジャブかわして、おっとパンチを返した。今のステップバックは見事でした。岩田ボディ、ボディを返す、ボディを打っていく大内、ジャブを伸ばします。アッパー、
いや本当に飯田さん、この大内もパンチのバリエーションが豊富ですね。そうなんですよね。あとガードの位置とかももう微妙に変えてるんですよね、ラウンドごとにとか、はい、展開の流れの中でですね、非常にレベルの高いボクシングが繰り広げられてきました。ワンツー、フックから右ストレートというワンツー。さあラストラウンド残り時間1分を切ります。右左フック、さあラスト1分、右のショート岩田、右王子の右です。両選手ともね、最終ラウンドまで本当集中してますね。そうですね、終わって右左左、さあ距離が近づいてきた、距離が近づいてきた、両者アッパー、左フック、ブロックから左フックを返す岩田、右のストレート、左のジャブ。さあ間もなく残り時間30秒を切ります。日本ランカー同士の一戦です。ジャブは大内、もう一度ジャブ、ジャブの連打、右のショートから左フック、ボディ、右を返した大内、効いてないという岩田、パンチをまとめていく大内、右、岩田の右ストレート、効いた、さあ右が当たった、もう一度右、しかし大内倒れることはありません。ここで試合終了。日本タイトルマッチへ向けた生き残りをかけた一戦、日本ランカー同士の一戦は判定ということになりました。日本ランカー同士の一戦、第8ラウンドまで両者戦い切りました。第1ラウンドにダウンを奪った岩田、25歳帝拳ジムのホープ、一方今日が日本タイトルマッチからの再起戦、35歳ベテランの大内の一戦、勝負の行方は判定です。採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ福地雄二、同じく田中浩二、78対73、ジャッジ杉山敏夫、79対72、以上3対0の採点をもちまして、勝者青コーナー岩田翔吉、岩田翔吉が日本ランカー同士の一戦勝利を手にしました。これでプロ6戦全勝ということになりました。